鈴木福は、日本の俳優。東京都出身。テアトルエンターテインメント所属。稲市観光大使を務めている。左利き。四人兄弟の長男で、妹は、鈴木夢と、鈴木誉れ、弟は、鈴木楽。2006年、自身が1歳の時 NHK 教育の、いないいないバー。に出演し、芸能界デビュー。2007年、 日テレ系、君がくれた夏頑張れば、幸せになれるようで、主演の滝沢秀明の息子役を演じ、子役として、ドラマデビューを果たす。2008年 TBS 系、佐々木夫妻の仁義なき戦い最終話や、2010年前半期の NHK 連続テレビ小説、ゲゲゲの女房や、同年制作の映画、ちょんまげプリンなどに出演した。 小役時代2011年4月期のフジテレビ系ドラマチックサンデー丸物を着てに双子の弟笹倉結城役で出演。同作は大ヒットとなり自身の大出世作となった。同年5月に丸物を着てで双子の姉役で出演した足田愛菜とのユニットカオルと祐樹たまにムック。名義による同作の主題歌丸々モりモり。 お歌唱し、歌手デビュー。同年10月期の日本テレビ系土曜ドラマ、妖怪人間ベムでは、ベロ役で出演した。同年12月31日に行われた第62回、NHK 紅白歌合戦に、丸物を着てで共演した足田とともに、白組最年少の7歳199日で出場。2012年2月2日に、 鉄子の部屋の37年目突入記念の最初のゲストとして出演。同年3月に公開の映画ドラえもんのビタと奇跡の島アニマルアドベンチャーに服役でゲスト出演をし32本目を数えるドラえもんの映画シリーズのゲスト出演者の中では史上最年少での出演となる。同年4月2日から B ポンキッキーズのメインキャストを 同じ事務所の谷カノンと共に史上最年少で務める。これは2013年で40周年を迎えるポンキッキシリーズの歴史の中で初の試みとなる。同年に4月期の TBS 系子供警察で連続ドラマ初主演を務める。同年に4月21日放送の世にも奇妙な物語2012年春の特別編7歳になったらで。 同番組史上最年少の主演で初のホラーを演じた。同年4月27日よりテレビアニメドラえもんの100年後ボックスプロジェクトのナビゲーターとして妹の鈴木ゆめと共に兄弟で月1回のペースでレギュラー出演をする。同年4月30日から笑っていいとものホリデーレギュラーに抜擢される。学校が休みになる祝日や 夏休みなどの長期休暇中のみの出演で、同番組史上最年少のレギュラーとなる。同年5月に、第15回日韓スポーツドラマグランプリ、助演団優勝を、史上最年少で受賞した。同年12月5日に、いやいやよ。で、ソロデビューした。2013年2月6日に、B ポンキッキーズ番組内の B ポンメロディとして、 猫ニャンニャンニャン犬ワンワンワンカエルもアヒルもガーガーガーを服とカノン名義で発売。鈴木服と谷カノンの契約レコード会社の違いにより、ユニバーサルミュージック及びビクターエンタテインメントと収録曲違いのものが両者で作られた。2014年4月18日より、公式ブログ、笑うもんには、福ブログを開設し、毎日更新している。 同年12月17日の記事内容にて、少年誌月刊コロコロコミック10月号の応募検証に、当選し、念願の、妖怪ウォッチレジェンドメダル6枚セットを手に入れたことを、明かした。同雑誌の検証当選欄に、名前が掲載されていたことから、ツイッター等で話題に上がっていた。2015年4月14日、上川隆也が主演するテレビ朝日系。 ドラマスペシャル、遺留捜査にゲスト出演することが、事前に報道された。共演する、上川隆也は、福君のお芝居に舌を巻きました。共演者、スタッフも含め、全員が福君に完全にやられました。と、興奮気味に撮影を振り返った。クライマックスの泣きの演技には、上川も胸を打たれ、湧き上がる感動を抑えることができなかったという。 2016年10月2日、東京都杉並区で自転車に乗っていたところ、乗用車と接触した。自身に怪我はなかった。2017年9月24日、YouTube チャンネル、鈴木福オフィシャルを開設。2019年11月8日より、小学館による YouTube チャンネル、ピカイチチャンネルにて MC に就任。 放送作家の山口とんぼふんする赤鬼風キャラクターのピカゴロウと共に動画に出演している。2020年4月29日、音楽グループ鈴木号を指導し、結成第一弾となる楽曲、きっと福が来るの配信を開始。メンバーは鈴木福、鈴木夢、鈴木学、鈴木誉れ、鈴木正樹の5人。作詞作曲は鈴木福本人による。 2011年、2012年、2013年、ありがとうございます。